私の父がですね、話を、それぞれの話をしてたのはですね、まあ、基本技術と開発の精神という話をずっとしてたんですけども、今年度からですね、その、企業理念を少し変えまして、ものづくりを進化させるという形に変えています。これはまあ、うちが創業当時からですね、やっぱりお客様の話を聞きながらですね、今あるものをより良いものを提案すると、いろいろな困ったことを話を聞きながらですね、単純に同じものを作るわけじゃなくて、何かしら改善していくという、まあ精神で、まあ、ここまで来ましたんで、それを、まあ会社のパーパスとしてですね、新しく設定し直しています。なるほど。ものづくりを進化させる、はい、それが新しい企業理念、はい、そして製品のブランドコンセプトですね。見えないところに価値があるという、ものは掲げています。やっぱり見える価値を当然追求はするんですけども、うちはやっぱりそのものづくりする過程の中でですね、単純に製品だけの価値だけではなくてですね、それにまつわるいろんな活動ですね、そういったところに価値があるということでですね、制定させていただきました。見えないところに価値がある、この例えばこんなところ見えないけど価値あるよねっていうのをですね、一つ二つ例を挙げていただいていいですか。あ、そうです。まあ、一つ事例なんですけども、はい、あの以前ですね、はい、あのトルコの方に、はい、あるちょっと不具合で行かせていただいてですね、まあ、バルブを現地で交換したんですけども、はい、パーツを交換したんですけども、まあ、お客様の方がですね、まあその交換したパーツもですね、ちょっと保管しておきたいという話がありました。はい、私現場の人間と一緒に行ったんですけども、まあ、その人間がですね、まあ、交換したパーツをですね、またきちっと梱包してですね、段ボールに入れて、全部、ラッシングしてですね、きちっとした状態でお渡ししたんですけども、まあ、そういうところに非常にこう感銘を受けられましてですね、さすがすごいなと、まあ、なかなかそういう企業はないというところですね、非常にこう褒めをいただきました。交換したということは外した使い終わった後のバルブをきれいに梱包してお返しした、はい、その所作が褒められた、はい、まあ、そういうところが結局はですね、やっぱお客様の評価につながるというか、やっぱりうちの企業というのはそういうところをしっかりやってるんだなというところにつながりましてですね、そういったものがまた新しいビジネスにつながると。あれ技術的な強みだったり、そのあたりもあるんじゃないかと思うんで、うちの技術者はですね、やっぱりお客様の話を聞いた上でですね、まあ、しっかりしたこうものづくりをしていくと、しかも、まあ、あの大業界というのは非常にこう閉鎖的な業界でもありますけども、はい、うちは、まあ、バルブはどこでも使っていただいてますけども、まあ、バルブをベースにしてですね、現場に張り込んで、現場のその、状況ですね、やっぱり五感を使って感じた上でですね、それを提案していくと、そこがまあ評価されてるんじゃないかなと思ってます。機密性が高い業界なんですね、タイヤの業界というのは、はい、ですけどそこにこの共通の世界シェア高いバルブというものを持っているおかげで、はい、いろんな企業さんに取引先としてこう入っていくことができて、はいはい、そこをいわゆるビジネスチャンスというか五感を感じながら次なる提案に結びつけていくと。そうですね、まあ、一応1行ったら大体こう10理解してくれるというかですね、はあ、やっぱり全て言わなくてもうちはある程度この状況を分かってますので、はい、非常にこうニッチな業界ですけども、そこにまあ真摯に取り組んでですね、現場の改善をしてきたというあれがあります。創業者であるお父様がですね、はい、非常にこうなんですか一徹な職人さんだったと伺いました、はいはい、そのお父様から何かこう教わったこと考え方姿勢みたいなものですね、はい、あると伺いましたが、あ、はい、まあ、父はですね非常にこう、まあ、難しいというかですね、まあ、ものづくりに対しては非常に厳しい方でして、まあ、死ぬまで仕事の話しかしなかったんですけども、例えばですね、まあ、ものづくりするにあたってですね、はい、まあ、思いついたものをすぐ作るなと、あの思いついたらですね、とにかくドラフターに貼っといて、はい、まあ、日々眺めろと、はい、眺めてるとやっぱりいろんなこう欠点が見えてくるというところも言ってましたし、やっぱりとにかくですね、あのお客様から言われたものをこう、まあ、提案するだけじゃなくて、その時にですね、まあ、いい提案もするんですけども、その先も考えておけと、先というと二歩三歩先ですね、全てをこうさらけ出すわけじゃなくてですね、なるほど、まあ、まず一歩先の提案をするんだけども、はい、この次こういうのを提案しようかなとか、こういうのが必要になるよなというのもですね、先に考えておく、先読みしようと、はい、そういう話もしてましたですね、お客さんからこういうリアクションが来るだろうから、その一手二手先まで考えとけと、はい、それはものづくりの職人というよりも本当にすごい高等なビジネスマンとしてのセンスみたいなものをなんかすごく感じますけど、そうですね、はい、父が尊敬してですね、当時その小田原鉄工所、父が最初に小田原鉄工所というところに勤めてたんですけど、そこの、はい、先代の会長様がですね、そういう方でですね、はい、私の父の提案に対してですね、はい、その一歩二歩先のことを考えていらっしゃって、うん、まあ、叶わなかったという話をしてましたけど、唯一尊敬できる方ってうちの父が言ってましたけど、まあ、その教えに近いと思いますね。なるほど。